はい、どうもこんにちは、りょうたです。今回は2022年の春夏の登山ギアについてご紹介をしていきたいと思います。アウトドアが本格化してくるシーズンに入ってきて、登山メーカー各社からいろいろな製品が出ております。今回はその中でも僕がわこれは気になるなっていうものだけを厳選してご紹介をしていこうと思います。ちなみに今回ご紹介するのはこの辺に出しておきます。今年はね、新しくテントの購入を検討しようかなと思っていて、まあ、その情報にね偏っているのはご了承いただきたいなと思います。まあ、どれも本当に試してみたいなって思う商品ばかりなので、今後新しくギアを検討している方はぜひ最後まで動画ご視聴いただければと思います。では早速見ていきましょう。はい、まず一つ目がですね、エバニューから新しく出たアルコールストーブ、ブルーノートストーブっていうアイテムですね。でこちらは、エバニューの 400ml のホールディングカップの収納っていうところを最優先に考えられた、めちゃくちゃコンパクトなアルコールストーブになっています。大きさ的に言うと直径が 5cm、 高さは 3cm っていうところなので、めちゃくちゃコンパクトにまとまるアイテムですね。で最大 15ml の燃料を入れることができて、300から 400ml のお湯であればその燃料だけで、お湯を沸かすことができます。完全にソロで湯沸かしメインで調理を楽しむ僕にとってはかなりピタリとハマるようなアイテムかなというふうに思っています。で実際300から 400ml お湯を沸かすことができれば、まあ、カップ麺でもいけますし、アルファ米でもフリーズドライでも全然いけちゃうので、まあ、十分調理はできるかなというふうに思っています。でこのアルコールストーブの特徴なんですけど、構造が特徴的でサイドバーナー式っていうタイプなんですね。こう横から炎が出てくるっていうそういうタイプなんですけれども、これ何がいいのかと言いますと、単純に五徳を設置する必要がないっていうのが大きなポイントになっています。なので五徳不要っていうことで、まあ、荷物がね一つ減ってくるので、荷物を本当に最小限にしたいという方には非常にもってこいな、アルコールストーブかなというふうに思っています。その他の特徴で言うと、重量自体は、アルコールストーブ単体で 13g ぐらいで、プレヒート板っていうのがついていて、それが 7g ぐらいかな。なので合計でも 20g ぐらいで使えるっていうアイテムです。プレヒートの板っていうのは別になくてもいいらしいんですけれども、それによってこう燃焼効率が上がってきたり、まあアルコールストーブを置いた時の安定性が高まるというふうな記載がありました。まあ、なかなかこうお湯を沸かすのって億劫になるっていうところはあったりするんですけど、これぐらいコンパクトにまとまってくれるのであれば、気兼ねなくというか、本当に気軽にお湯を沸かすことができるので、よりハイキングとか登山の楽しみ、調理の楽しみっていうのを広げてくれるアイテムなんじゃないかなというふうに思っています。実はね、僕もすでに気になりすぎて、こちらアイテム購入してしまっております。中開けてみると、まだちょっと使えてないんですけど、こんな感じの、アイテムになっています。サイズ感とかこれぐらいで、プレヒート板がこんな感じ、ここに置いて使うっていう感じになるんですね。しばらく使ってみて、僕が持っているトランギアのこのアルコールストーブとどんな違いがあるのかっていうのは検証していきたいなというふうに思っています。はい、注目のアイテムの一つ、エバニューのブルーノートストーブでした。続いてのアイテムが、ニーモから出ているホーネットエリートオズモ 1P という一人用のテント、ダブルウォールのテントになります。これね、マジで軽いんですよ。インナーとフライポール合わせて657g というふうに公式のホームページに記載がございました。この重さっていうのは、これまで見てきたダブルウォールテントの中でも最軽量クラスのテントに入ってくるかなと思っています。今僕が使っているテントは、こちらのヘリテージのハイレボ一人用のテントなんですけれども、これでもね、ダブルウォールで 900g ぐらいっていうことで、めちゃくちゃ軽い方の部類に入ってくるんですけども、それよりも 200g から 300g ぐらい軽くなっているというようなテントになってきます。設営方式は吊り下げ式で Y 字のテントポールを採用しているみたいですね。で、面白いなって思ったのが、コンパクトなテントっていうのを少しでも居住空間広く使うために工夫がなされているところが面白いなというふうに思っていて、インナーテントを、まあ、フライ側からこう引っ張るようなギミックだったりとか、フライのシートとインナーのシート一緒にこうペグダウンすることで居住空間をグッと広げるような工夫っていうところが見て取れました。こんなにね軽いテントだったら荷物とか置くスペース全室とか取れないんじゃないかなって思ったりはしたんですけれども、全室の大きさは58センチ程度あるみたいで、
58センチもあれば十分にあの荷物は置くスペースもあるかなというふうに感じました。まあ、若干こうホームページを見る限り気になったところは2つありまして、まあ、1つは強度面です。やっぱり軽量なテントになってくると生地がね薄手になってくるので、その耐久力っていうのがどうなのかなっていうのが若干気になっています。でもう一つ気になったのが本体のテントっていうのがメッシュの構造になっているっていうところですね。日本のアルプスっていうのは結構夏でも寒かったりはするので、このテント本体のメッシュっていうのがどれくらいこの寒さに耐えうるのかっていうのは若干気になるかなというふうに思いました。そうは言ってもダブルウォールで 600g 台ってなかなかないあのテントだと思いますし、なんか面白いギミックがいろいろとありそうなテントだったので、この夏テントを購入しようかなと思っている方にはチェック必須のアイテムかなというふうに思っています。ニーモのホーネットエリートオズモ HP テントでした。はい、続いてがですね MSR のフリーライト1っていうテント、こちらもね一人用のテントでございます。 MSR のフリーライトっていうと、まあ、従来からあのモデル自体はあったんですけれども、この夏から新しくリニューアルされて登場します。で一番大きな、変更点っていうのが、まあ、重量軽くなっているよというところなんですね。従来のモデルと比較して 300g ぐらい軽くなっているようです。前回が本体とフライ、ポール合わせて 900g ぐらいだったんですけど、今回は 740g というかなり軽量に収まっているというところが大きなポイントですね。で、ニューモデルでめっちゃ目を引くポイントだなって思ったのが、フライシートの湾曲しているところですね。めちゃめちゃかっこいいなって思いましたし、まあ、荷物を軽量化するためにね、こう生地を少なくしていると思うんですけれども、そこがめっちゃかっこいいなっていうふうに思いました。で、すごいなって思ったのが、従来品と比較して、テント本体の大きさっていうのはちょっとね大きくなってるんですよ。それにもかかわらずこの軽さに収まってきているっていうのはめちゃめちゃすごいなって思ったので、このあたり注目だなと思っています。で、あとは色ですよね。あの濃いめのタンカラーといいますか、土色というかホコリ色というのか、自然にこう馴染むような色合いになってきております。これがね本当にかっこいいなって思っていて、まあ、かっこよさで言うとめちゃめちゃ欲しいなっていうようなテントではありました。で、これもね先ほど紹介したニーモのテントと同じで、本体自体がメッシュの構造になっているので、それが、日本のアルプスの寒さでどれくらい耐えうるかというのが若干気になるポイントでした。これまで MSR のテントって、まあ、ダブルウォールであっても若干重たいなっていうような印象があったので、なんか軽量テント好きの方にも手に取ってもらいやすい重量に収めてきているっていうところは素晴らしいところだなというふうに思っています。はい、 MSR のフリーライト一人用のテントでございました。はい、続いてもね MSR のテントではあるんですけれども、幅幅シールド 1P テントっていうところで、一人用のこちらもねダブルウォールのテントになっています。で、このシリーズも幅幅シリーズって従来からあったんですけれども、フリーライト同様にアップデートされていて 400g ぐらいね軽量化されてリニューアルされている、そんなアイテムでございます。で、従来の幅幅テント MSR のテントって、まあ、やっぱり重たいっていう印象があって 1kg ね超えてたので、それをまあ 1kg 以内に収めてきて、まあ、しっかりとした耐久力のある作りで実現しているっていうのは注目ポイントだなというふうに思っています。で、前作と比較して異なっているのが、まあ、軽量化されているっていうところはもちろんなんですけど、まあ、テント本体のメッシュの量っていうのが少なくなっているっていうところなんですね。まあ何度も言ってるんですけど、日本のアルプスって結構寒いので、まあメッシュの量をね調節して、日本の山岳シーンにもこうバチッとはまるようなテントに仕上げてきているなというふうに感じました。で、フレームには、こうポールのメーカーというか、まあ有名どこのメーカーで、イーストン社っていうのがあるんですけども、そこのサイクロンポールっていうのを使っています。めちゃくちゃ高耐久で、しっかりとしたポールっていうふうに聞いているので、アルプスの稜線上とかでも当然折れることなく安心してこう夜を明かせるんじゃないかなというふうに思っています。なので、軽さとかであればフリーライトでもいいと思うんですけども、軽さと耐久性どちらもこう兼ね備えたテントが欲しいなっていう風に考えている方は、この幅幅シリーズのテントもいいんじゃないかなという風に思います。はい、 MSR の幅幅シールドテント 1P テントでございました。はい、続いての、商品がですね、ジャケットです。ミレーから出てきたトリロジーティフォンタフストレッチジャケットっていうアイテムですね。もともとこのミレーには定番ジャケットとしてティフォンシリーズっていうのがありました。レインウェアですね、あって、それに強度が高いモデルが、ラインナップされたという認識です。で、ティフォンシリーズっていうと、まあ、レインウェアの中でもかなりストレッチが効いていて、デザインも洗練されてておしゃれでっていうような認識を持っていて、僕は今、モンベルのストームクルーザーを使っているんですけれども、本当にね次はこのレインジャケットにしようかなって思うぐらい悩んでいるレインジャケットなんですよね。もし使っている方がいたら、あのその使用感とか教えていただきたいなと思うんですけど、まあ、トリロジーティフォンタフジャケットっていうのは、ティフォンに強
張度の高いあの補強生地をあしらったそういったジャケットになっているみたいです。でちょっとね説明文を見ますと、フードとか腕周りこのね紺色の部分には補強生地を使っていて、胴体の部分には補強生地と比較してより優れた耐水性のあるディフォンタフ2を採用しているということみたいですね。なので、ジャケットの部位ごとに、まあ、最適なこう生地を配置することによって、まあ、うまいこと強度と透湿性を合わせ持ったジャケットに仕上がっているっていうのが僕の印象です。なんか微妙にこう厚みとか素材を変えることによって最適化を図っているジャケットって結構面白いというか熱いなっていう風に思っていて、なんか欲しいなっていう風に思ったんですよね。で実際の使用シーンでいくと、まあ、オールシーズン使えるような汎用性の高いジャケットになってるみたいです。適切のない夏山の重装はもちろんですし、比較的軽めの雪山登山でも全然使えますよみたいなことが書いてありました。まあ、そこまでこうハードな雪山は楽しまないんですけど、まあ、軽めの雪山だったら行くよっていう方であれば、こうレインジャケットと、まあ、雪山のハードシェルっていうところを、まあ、兼ね備えて使えることもできるんじゃないかなと思っています。はい、デザインとか色味もめちゃくちゃかっこいいなって思ってるので本当に買おうかなっていう風に迷っているそんなアイテムです。はい、ミレーのトリロジーディフォンタフストレッチジャケットでございました。続いてがですね、ファイントラックから新しく出ていたベースレイヤーの紹介ですね。トラウトクワッドジップネックっていうアイテムです。まあ、このね、ジャケットの特徴っていうのが、本当に欲張りセットの特徴を詰め込んだ、ベースレイヤーになっているっていうところなんですね。まあ、具体的にそれは何かっていうと、まあ、吸汗、速乾、生地の強度、通気性っていうところ、この4つを欲張りにも全て詰め込んだ高機能なベースレイヤーになっているっていうところが惹かれました。生地の表面自体は薬剤加工ではなくて、生地そのものに吸汗性を持たせた特殊なポリエステルを使っているという記載がありました。これによってこう汗をね吸ってくれる機能っていうのが半永久的に持続するらしいです。で生地自体はこう一見薄そうに見えるんですけれども3層構造になっているみたいで、肌表面の汗っていうのをこう外側にこう移行させてくれるっていうような、まあ、吸い上げてくれるっていうような機能があります。これ実際僕ね生地を手に取って見てないのでわからないんですけれども、そこそこに厚みがあるみたいなんですね。というのはなぜかっていうと、こう岩場とかで擦れてしまって破けてしまうっていうリスクあると思うんですけど、まあ、そういったリスクも抑えられるようにより長く使えるように適度な厚みを持たせているっていうような特徴のあるジャケットになっています。本当になんか夏山登山で必要になりそうな機能性っていうところを全て網羅しているようなベースレイヤーかなというふうに思っていて、どんな感じなのっていうのが気になったのでちょっと使ってみたいなっていうふうに思いました。またねこう生地の厚み適度に持たせることによって長く使えるところを意識されているっていうところもなんかファイントラックならではかなというふうに思っていて、そこもなんかいいなっていうふうに思ったんですよね。はい、これからの時期最適な一枚になるかもしれないこうファイントラックのドラウトクワッドジップネックというアイテムでございました。はい、で最後のアイテムなんですけど、モンベルから出ているバーサライトパック40っていうアイテムですね。モンベルのバーサライトパックっていうのはシリーズとしては従来からあったんですけれども、それがリニューアルして再登場しているというようなアイテムになっています。どこが変わったのかって言いますと、軽くなっております。従来がね 710g であったのに対して新作っていうのは 480g に収められています。ちなみに容量は40リットルのザックになるので、40リットルで480g のザックっていうのはかなり軽い部類に入ってくると思います。なんか昨今の装備を軽量化したいハイカー層にぶっ刺さるようなこうモンベルも軽さにかなり寄せてきているなっていうような印象を受けてます。まあ、軽いアイテムってモンベルのコンセプトの一つではあるので、そこをさらに軽くしてきたっていうのがこのバーサライトパックのすごいところだなというふうに思ってます。なんか雑誌とかにも載ってまして、どこが軽くなったのかっていうと、パッド類がね軽量化されているっていうふうな記載がありました。でよく見るとウエストベルトが従来のバーサライトパックと比較してかなり厚み薄くなっていて軽量化されているなっていうふうに思いました。従来と比較すると、過剰な重量でこう荷物を背負うことっていうのはできないんですけれども、よりねザック自体が軽くなっているので装備全体の重量を軽くしていきたいというような方には
もってこいの登山ザックかなというふうに思います。まあ、40リットルあれば日帰りはもちろんなんですけど、小屋泊テント泊っていうところも、まあ、泊数によっては十分可能な容量かなと思いますので、この夏新しくザックを購入したいっていう方で、コスパよく、とにかくコスパよく買いたいよっていう方は、このモンベルのバーサライトバッグチェックしてみるといいかもしれません。モンベルのリニューアルされたバックパックバーサライトバッグ40でございました。はい、というわけで簡単ではあったんですけれども、この夏の新作っていうところでできたのをざっとご紹介をさせていただきました。僕がね本当に気になっているものだけをご紹介したので、結構偏った情報にはなってきたかなと思うんですけれども、少しも参考になりましたら幸いです。このチャンネルでは登山者の方向け、それからハイカーさん向けに、まあ、こういったギアの情報を中心に発信しております。もしよかったらチャンネル登録と高評価の方お願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。